はようございます。おはようございます。本日はですね、諸事情ありまして主役がいませんので、後で登場するかもしれないですけど、いつものメンバーでお送りしております。どうも、はじめまして、菅秀一です。ちょっと最近痩せちゃって痩せた、結構いい感じの、ちょっと背も少し伸びて伸びたんで、焼肉やめたんだよね。焼肉やめて焼肉食べるのやめたら、そう、シュッとしたんですよ、ね。いいね、だいぶ痩せてきた、モテ始めたでしょ。いや、もうそうですね、バリバリですね。バリバリ、うん、言葉遣いもちょっとこう柔らかくなってきて、敬語覚えたんで。まあそんなこんなんでね、主役はスタート時間も伝えられず、どこでプレイするかも伝えられず、誰も聞いてこない誰にも聞いてこない、やる気なかった。まあ午後から来るでしょう。本日は川越、あ、川越じゃない、あれ川越で合ってるかあれ川越越谷、越谷ゴルフクラブにお邪魔しております。某シェフとかぶっちゃった。いまだに自己紹介しない、今動画見てる人は誰こいつってなってるんですけど、今日菅秀一で撮った菅秀一、あ、そういう感じ、あ、今日じゃあ今日菅秀一ということでしょうか。あ、菅秀一代理、わかりました。はい、任せて、彼はじゃあ菅秀一です。今日ショウさん、カッター大丈夫なんですか。やばいやばい、注射打たないとまた薬中じゃん。お願いします。もう一頭しか見えないんで、一頭でいいですね。はい、多分絶対にしか行かない。ちょっと待ってください、これも。ちょっと、ね、ずっと行ったな。ずっと行った。ずっと行きましたね、今。どう？結構ナイスだったんです。これ取っていいですか？よいしょ。おお。おお、カットだね。いや、まあ、朝一こんなもんです。なるほどね。朝一はこんな。やっぱり編集のカットと合わせたんだ。編集のカットとかけたんだ。おお、ちょっと右。いいですか、問題ありません。でも、あ、帰ってきた。大丈夫だ。左に。何ヤード？160じゃない？170とかじゃない、だって。左だもん。何番？5番やで。5番。158ヤード7番やんね。お、ライン出てる。弱くない？あー、惜しいね。何番やんですか？150なんちゃら7番。これも、いや、距離は、あ、ナイスオンです。3打目、何それ。53度です。3度、58度。これがそうだよ、わかる？うまい、うまい。こういうことだから。プロは池とか入んないから。うまい。さすが。ショットさん、バーディーパット。お、よかった。まあね、ちょっと雨の後だし、高麗グリーンだって重かったです。またパターは変わってる。ナイスパー。あ、パーじゃねえわ、ボギーだ。
今日は監修一代理だから、ちょっとトークも大事だから。トーク、うん、親友の太陽が出てないけど大丈夫です。そう、大丈夫大丈夫。あの、確かに前の監修一はダメだけど、今はもうその天候にこう左右されなくなってきたから、痩せてなんかそういう気持ちすらもこう器が大きくなったんだよね。天気に左右されなくなった。ほぉー、すげえ。いつも動画の中でしか見たことなかったけど、やっぱ相当迫力あるね、やっぱり。でも全然大丈夫なんですね。俺もあの辺で収まった。ちょっと左。大丈夫大丈夫。収まった。昔では考えられないぐらい曲がってる。止まってください。噂には聞いてたけど、すげえドローヒッターなんだね。チーピーヒッターです。チーピーヒッターなんだ。そなたではそう。ありがとう。遠くないな。いや、これ監修位置的にはスプーンであの木に当てて勢いを殺してグリーン止めるんじゃない？そうだね。あの葉っぱと葉っぱの間ぐらいですよね。でも俺はそこまでのパワーないから。左から右に行くから。そんな多分打てんの？打てますけど、僕を見つめない。え、これ前終わったよ。終わってる。170ぐらい。あ、まっすぐ。まっすぐ。あ、素晴らしい。あらららら。何番？5番やんです。5番。マジで翔太君ベスポジ、ベスポジだね。ベスポジじゃん。素晴らしいね。141、9番。飛びすぎ。距離は何？85、90ヤードぐらい。ピン奥か。何ヤードでした？96。56で。風はちょっとだけアゲンスト。ピンが奥なんで、あんまり突っ込むと多分奥こぼれちゃいますね。ちょっと右。ちょっと奥。ちょい奥か。今の解説は、今のはもう素人のショットでしたね。ああ、東四郎ですか。東四郎ショットでした。東四郎ですか。すいません。反省していただきたい。尾崎選手に反省していただいて、反省していただきたいです。首が痛いからさ、ちょっとこういう変なこういう変なこうコメントしたまともなやついねえ。翔太さんの2打目は30ヤードぐらいオーバーしまして、向こうの彼も20ヤードぐらいオーバーしました。3打目ピンまでは20ヤードぐらい受けてて、ライは結構難しいですね。これバミューダアメリカンな感じで。お、慣れてるやっぱり。あー、ちょっとオーバー。ズームができない。何度？これ52です。52なんだ。転がすんだ。これをちょいちょい。
テル危険のバーディーパット15メートルぐらいかな。登って下り、あーラインは距離がちょっと弱い。重いね。昔のプロはボギー打たないんだけどな。間違えちゃったんだろう。曲がったね。難しいな。プロはボギー打たない。そうだね。俺の辞書にはそう書いてあるけど。なんでスライスした？嘘でしょ？これ何？そんな癖のある。あでもそっか、俺フックしたもんね、ちょこっとこう。ん？そうだね。めっちゃスライス。スライスだ。えぐい。あ？白猫かな？いやこれ難しいね。癖があるね。108ヤード、56度。右からドローで。右から、あ、大きい。いや、まあまあ、ナイスオン。これやっぱ関州1だと108ヤードっていうのはもう3度だよね。そうですね、3度ウェッジなんですけど、減量しちゃったんでピッチングウェッジ。そんな落ちるんだ。痩せたら。あ、でもちょうどないです。あ、いい、素晴らしい。本当は飛ばないね。何番？チングで。お、これいい。でかいか。ね、テリキだったら52度とかで。うん。合わせたんだ。俺が一番近いからカメラかな。あ、そんなに、ま、あ、ちょっとあれかな、タッチが良ければ落ちてきたのかな、あのままね。左は速いんだ。そうだね。尾崎くんもフックかな。あー惜しい。速いな。滑ってる感じ。ボール相当速い。ナスカーヌ。オッケー。勘らしくないんじゃない。パーは上出来だから。勘らしくないんじゃない、うん、そう。いや、リトル勘だ。そんなあんな攻撃的じゃないから。ナイス。ナイスパー。ちょっと確認する。ご視聴どうもありがとうございます。この動画が面白いと思った方は高評価。面白くねえなと思った方も高評価。およびチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございます。